もみの木ひかるでございます。はい、皆様どうもご機嫌いかがでしょうか。はい、今日はですね、私事でございますけれども、今ねずっとお家にいるじゃないですか。で、私ここ最近、今年に入ってからなんですけど、3キロ太ったんです。キャー。いや、メイン動画の方とかずっとね、私たちの YouTube 見てくださってる方はお気づきになられてたかもしれないんですけど、去年ね、私まだもう少しねほっそりしてたんですよ。でもなんか今年に入ってからどんどん太り、さらにずっと家にいるので運動もそんなにせず、食べる太るっていう、今ね魔のサイクルのドツボにドスーンって入っちゃってるんですよね。そこでですよ、一つ思いついたことがございまして、これは実験をねちょっと1ヶ月かけてしてみようと思いまして、それを皆様、見届け人になっていただく、もしくは共に参加していただけたらなっていう、本日の企画でございます。イエイ。さあ、それはなんと宝塚の妄想で痩せれるかーわーでございます。私の友達で一人昔ダイエットするのに、なかなか続かないと。それで、その人も宝塚のね大好きなお友達なんですけど、撮った作が一条あずささんにリフトをしてもらうという妄想をし続けて痩せたって言うんですよ。で、私それ聞いた時本当にもうびっくりして、もうすごいなと、こんな強者がいるのかって思って、すっごいもう大爆笑だったんですけど、ちょっと待ってよ、ちょっと今私はちょっと撮ってますし、もう夏来ますし、痩せたいし、宝塚大好きだし、妄想大好きだし、それなら全部ひっくるめて一度実験してみたらどうかなと思ったわけでございます。あ、そうそう、今回体重と体脂肪率全公開しますからね。需要ないかもしれないですけど、全公開します。はい、私の通常、なんか一番いつもベストな感じが48キロか9キロぐらいなんですね、大体いつも。で、体脂肪率が23とか、その辺なんですけど、多分今ね、すごいことになってると思うんですよ。これ、いいかな、公開して体重と体脂肪率。で、ここから1ヶ月間、妄想をし続けて、本当に痩せれるのかと。でも誰かにリフトをしてもらうという妄想で、リフトしてもらうからにはちょっと運動しようかなとかいう気になったらやります。ちょっと筋トレしてみようかなとかなったらしてみますけど、無理やり毎日腹筋50回とか腹筋100回とかそういうのはしません。じゃあとりあえず今の私の体重測ってみたいと思います。皆様、出ました体重 50.8 キロ。でも50キロいってる。で、今体脂肪率が嘘、やばい、どうしよう。いいの、これ皆様にお見せしないとね。やばい、 25.5% っていう、はい、私の今の体重大暴露大会でございました。でですよ、これ、1ヶ月後にまた、同じ服着て、今こういうね、ワンピース着てるんですけど、これを着てもう一回測定して皆様にご報告したいと思います。で、ここからが重要なんですよね。リフトをしてもらう。妄想、皆さん行きますよ、妄想タイム。1ヶ月後の、1ヶ月後に、どなたかにリフトをしてもらう。ああ、でも私太ってるし、こんなんじゃご迷惑をかけてしまう。しかもやっぱりリフトしてもらうなら、ね、可愛くいたいじゃないですか。男役さんと組んでいただくのに。じゃあ、ちょっと痩せようっていう妄想です。
ここからどなたにリフトをしてもらうかっていうのが大事ですよね。とりあえず OG 様で、あの、私がパッて思い浮かんだ方を書き出してみました。せーの、ドン、ダダン。まあ、とりあえずパッて思い浮かんだのはやっぱり浅地咲様ですよね。で、あと大好きな潮風光様。で、色気ダダ漏れ、高根吹雪様。で、私の愛してやまない、たつき王様。で、ダンサーの水夏月様、小月渡様。っていう人たちとかどうかなって思ったんですよ。いやー、でもこれ、やっぱちょっとダンサーの方、でも水夏月さんとか小月渡さん、小月渡さんとかだと結構力技で上げてくださりそうですもんね。で、高根吹雪様はなんかあの、リフトする前に色気でこちらがやられてしまいそう。でも潮風光さんとかもな、たつき陽さんとかももう好きすぎるんですけど、どうしよう。そう、まあ、とりあえず OG 様候補はこんな感じです。浅地咲様もね、でもマリコさんも絶対優しいから、なんかちょっと太っててもなんか、あ、大丈夫だよとか言ってあげてくれそうじゃないですか、スコンって。あー、でも今その優しさは私にとってはっていうね、迷いどころなんですよ。じゃあちょっと元気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 言ってみましょう。元気、ダダン、南舞斗さん、愛月ひかるさん、のぞみふうとさん、瀬尾ゆりやさん、桜木みなとさんに、かずきそらさんすごいラインナップですよ。なんて贅沢な、ていうかこんな方たちで逆に妄想させてもらっていいんですかっていうぐらいのね。いやー、でもほら、南マイティとかね、私の補正ですよ。愛ちゃん、私の補正候補。あ、もう楽しい。いや、でも大門さんとかちょっと恐れ多いな。でもなんかマイティとかももう筋肉で上げてくれそうですし、愛月さんとかも筋肉で上げてくれそうですよね。セオッチとかは優しさで上げてくれそう、リフト。いや、でもちょっとね、空和樹とかもやっぱりダンサーですし、なんかねえ、ちょっと素敵ですよね。ずんちゃんとかも、桜木湊さんとか。これどうしよう。いや、でも私のね、あのダイエットがかかってるので、ここ重要ですよね。はい、いろいろ悩んだ末、私はこの方にしました。せーの、ダダン。わ、まさかの、キサラギ、レンさん。わー、レンレンでーす。いや、これね、いや、めっちゃ、もう、おじいさん、90年代のおじいさんとか、もう現役の方とか、まあ、どうしようって、もうね、これ死ぬほど悩んだんですけど、あの、なぜレンさんにしたかというと、まあ、もともと好きなのは好きなんです。現役時代から、キサラギさんが。ね、この間たまたま如月さんがインスタライブをやってたのを拝見して、でなんかそのレンさんを見てたらなんかときめいちゃったんですよね。あ、すごい素敵と思って。で、あの、まあ、今おじいさんに、ね、宝塚辞められてますけど、そうやってインスタライブとかインスタグラムとかでいろんなことを、あの、ご自身のことを発信してくださるので、あの、お目にかかれる機会がねあるじゃないですか、こう画面を通してでも。ってなると、なんかその時にくじけそうになった時に、あ、レンさんいるから頑張ろうって思えるかなと。まあ今ね、宝塚もなかなか、あの、劇場ね行けないですし、まあいろんなことを考えて、私のモチベーションが保てそうな、くじけた時に頑張れよって、なんか近くで一番言ってくれそうな方が如月レンさんでした。でも、あの、細い華奢な体を見たら、もうそんな負担をかけるわけにはいかないって思うじゃないですか。ってなると、あ、ちょっと痩せなきゃって、レンさんに辛い思いをさせてはいけないっていう思えるかなと。そうなんですよ、まあ、本当に、まあ、少々重くてもね、絶対あげてくれるんでしょうけど大丈夫だよとか言って楽しい。すみません、あの、如月さんのファンの方とかいたら、本当に、あの、勝手に妄想のダイエットの材料とさせていただいて本当に申し訳ないんですけれども、あの、今日から1ヶ月、あ、今日の収録しているのが5月の、7日
日、本日そうなんですけど、まあ、1ヶ月後、6月の7日に、この如月蓮さんにリフトをしてもらうために、あ、お姫様抱っことかでもいいですよね。なんか一緒に共演するのにお姫様抱っこが押してもらわないとダメで、こんな重い体をお姫様抱っこだなんて、レンさんの手足が折れるって思ったらダイエットできるかな。ぜひ皆さん、どなたか一緒にやるよっていう方がいらっしゃったら、私は誰々を妄想してやりますっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメントに書いていただけたら嬉しいです。お仲間がいるとね、私も頑張れそうですし、宝塚ファンならではのダイエット方法開発実験ですね、していきたいと思います。宝塚で妄想ダイエット、ぜひ皆様一緒にやりましょう。それではもみの木。